DJ ジョボがお送りしますモバイル DJ 大学。本日はですね、DJ の曲のつなぎについて一つ面白いね、あの例を見ながらこう皆さんとこれをどうやって、つないだのかっていうのをね、紐解いてみたいなと思うんですけど、今回取り上げたのは、アンジェロさんですね。アンジェロさんのある YouTube ビデオを見て、超こうヒップホップクラシックの曲をねつなげるときに、あのトリッキーなねプレイをしてるんですね。そのトリッキーなプレイを見て、その周りの人はわーっと喜ぶんですけど、果たしてこれをねどうやってやってるのかなっていうのを、解説してみたいと思います。まずね、そのアンジェロさん そのやってるビデオっていうのを一回皆さんに見てもらおうと思います。こちらです。Smoke weed every day, 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 day. Smoke weed every day.はい、すごかったですね。もうめちゃめちゃ盛り上がってましたね。はい、このプレイすごいね。一見なんかこうすごい難しそうなことやってるんじゃないかっていう気がするんですけど、あの実は分かってしまえばねそうでもないんですね。あの手品みたいなもんで、種が分かればね、あの種明かしできればもう、あ、なんだそんなことかみたいなね、ことなんで、これをねちょっと解説していきたいと思います。こちらの動画をご覧ください。はい、それでは早速始めていきたいと思います。まず、用意する曲 The Next Episode と、あと Lean Back という曲ですね。ヒップホップのクラシック中のクラシックという、2大クラシック曲を使います。トラックの位置に今 Next Episode 入ってまして、トラック2に Lean Back 入ってます。トラック1の Next Episode の一番最後の方に、あの Smoke Weed Every Day というねフレーズが入ってるんで、Smoke Weed Every Day、 これですね。はい、でこれに、一旦チェックマークをつけていきたいと思います。スモークのドア玉ですね。ドア玉のとこ、もうちょいかな、ないかな、ここに9ポイントの1をつけます。まずはい、今つけました。スモーク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 、 OK ですね。で次にスモークウィードエブリデイデイのところを探しましょう。これですかね、デイ、ここですかね。ここに Q マークの2番目の Q マークつけます。デイ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 、 OK ですね。スモークデイスモークデイ、スモークとデイに今Qマークが2つ入りました。もうこれでね準備実際おしまいなんですね。なんと簡単。そしてあの音階をつけたものっていうのはこのテンポフェーダーですね。ピッチフェーダーと言われるもの、これで、音階を上げたり下げたりしてるっていう、ただそれだけのことなんです。なのでね誰でもできるんですよ。はい、どうやるかというと、このデイに対してニュートラル今デイ、そしてこれを下げるとデイ下がります。声がね、で上げると声も上がります。デイで下げるとデイでニュートラルデイ、もう一回やります。デイ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 ですね。これリンバックの最初のイントロちょっともう一回聞いてみてください。わかりますかね。このイントロとこのこれでね音階をつけてたというね、ただそれだけのことなんですね。これを踏まえた上でねやっていけばあの通りのことができるんですよ。これただパッドを速くしたりしてるだけなんでね、1回目はこの純粋に2
2回目は倍で叩いてるだけです。そして3回目はさらに倍、これだけですね。これをじゃあ踏まえた上で一度ちょっとね、試してみたいなと思います。で、最初から最後までいくとこうなるということで、やってみまーす。Smoke weed every day, 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 smoke weed every day, 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 smoke weed every day.ということですね。はい、これだけのことです。超簡単でしたね。ぜひ皆さんもトライしてみてください。以上です。はい、いかがだったでしょうかね。今日の動画は DJ の、トランジション、あの曲のつなぎですね、曲のつなぎの一例をちょっと挙げてみました。まあ普通にね、曲と曲の間をきれいにこうつなぐっていう方法ももちろんベーシックなとこであるんですけど、もういろんなねやり方ってもう限りなくたくさんあるわけで、特に今回使っている、アンジェロさんが使っているもうああいったね最近の、コントローラーとか、あとセラートのそのパッドを組み合わせたりとかしてね、もういろんなことが可能になってます。トリッキーなプレイできます。もうベーシックなつなげ方の他にもこういった面白いつなげ方また、紹介できればなと思います。それでは今日の、お話はここまでとなります。ご視聴ありがとうございます。 DJ ジョボでした。 See you。